はですね、まず本当はトロワさんのストライプのパンツをご紹介させていただこうと思ったんですけれども、ちょっとですね、昨日の福岡のロングライブの中でマネージャーの方からですね、一旦ちょっとマルシャルトのパンツを履いてくれというふうに。そうです、向こうがちょっと ね小柄な方がいらっしゃらないということで、昨日ね、こっちは全然長身の方がいらっしゃらないんですけどね、いなくて、ちょっとこちら155センチの、メンバーが揃って、155センチ台のね、そうですね、150センチ台か150センチ、そうではない150センチ台のメンバーが揃ってるので、はい、ちょっとそちらのパンツもまず履いてみようということでですね、はい、昨日はそのご紹介した私がマルシャルテレ の両面記号 のチェックの方を履いております。チェックの1のサイズを履いてて、テフルショーさんが、無地のですね、ワイドギャザーのワイドギャザーパンツの無地の方で、同じく1のサイズを履いております。昨日、入ってた大坪さんだとやっぱりちょっと短めに感じるかもなんですけど、うん、はい、私たちとかはそうですね、ちょうど見えますかね、見えてるかな、木原さんのところがちょうどあって、はい、いい場所が、いい場所、いい場所、文字が、はい、文字がね、はい、皆さんのコメントのところから飛んでる、はい、これぐらいの長さになると思います。そうですね、もう本当にちょうどいい長さですよね、1のサイズで、竹感は長すぎず短すぎずで、綺麗に履いていただけると思うので、逆にその150センチぐらいの方だと、この後ご紹介するストライプのパーツとかの方が長さはすごくいいのかなっていう気はします。少し丈詰めで調整されたりとかは全然しやすいかなというふうに思いますので、はい、まずね、一旦ちょっとこちらを履いてみました。どうでしょうか皆さん、やっぱりでも履き心地いいですよね、すごくいいですね、そうなんですよ、はい、もう間違いない、間違いない、はい、しかもこれどちらも手洗い可能なので、はい、嬉しいです、素晴らしいです、はい、そして、ね、シルエットもやっぱり綺麗なシルエットなので、ちょっと、はい、美脚の感じで見えるようなありがたい感じのパンツじゃないかなと思いますね、小柄な人もやっぱりね、こうちょっと足は長く見せたいと、確かに小柄さんこそですね、そう足長効果も欲しておりますので、はい、この形が綺麗で履きやすくてですね、安心安定のマルシャルさんのパンツでございます。こちらが、昨日ですね、しっかりご紹介は合ってるので、もうさらっとお値段だけね言わせていただきますけれども、こちらチェックの方が、19,800円で、こちらの、無地の方が18,700円になってますね、はい、こちらも、はい、オンラインでも買っていただけますので、皆さん参考にですね、ご身長の方は昨日の大坪さんの、はい、動画を見ていただいて、で、小柄な方は私たちをちょっと参考にしていただいて、丈感とかですね、サイズを、ね、はい、選んでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思います、はい、というところで、ちなみにあれですね、この上着てるのはパウンドウールのね、そうですね、これもオンラインの方に在庫が多分また入ってると思うので、一回ちょっとね少なくなってたんですけど、少し再入荷しておりましてですね、このまた綺麗なお色味がね、いい色ですよね、鮮やか、はい、秋らしいお色味です、お似合いですよ、ありがとうございます。で、色違いでブラック、はい、茶色系調べてなかったですよ、はい、本当直前だったのでですね、急にね、いつもね、そんでちゃぶりしたらいかんよって言ってね、はい、お色味がこちらが、ブラウン、ブラウンですね、はい、オフホワイ ホワイトブラックオレンジの色色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 になります。はい、やっぱ生地が薄いから、はい、そうですね、どうですか、はい、皆さん、この熊本がもう本当に今日もすごい暑かったですよね、暑いですよね、すめちゃめちゃ暑くて、はい、ここもスリット入ってるので、はい、いい感じで、お尻が安い、この感じ、そうですね、半分ぐらいもう綺麗に隠れてるので、はい、スカートでも入れないで合わせやすい丈感になってますよね、うん、はい、それでなんか本当明後日ぐらいから気温は下がるっていう、ね、予報ではあるんですけど、はい、こういう薄手のニットだともうすぐ着ていただけますし、寒くなったら中にインナーであったかいものを重ねられるので、うん、長く使えるニットとして結構色違いでご購入される方も多いので、うん、まだね買われてない方は、そうですね、薄手なので上から羽織ってもそんなにモコモコ感はないので、ね、
いいと思います。本当に使えるアイテムです。はい、というところで本題 の、はい、あの今日私たちが紹介するアイテムにちょっとリサさんまず着替えていただいて、はい、お先に行ってらっしゃいます、はい、お願いいたします。はい、お着替えをいただいてですね。そうなんです。今日ちょっとね我々このマルシャルも履いてくれというミッションがあったのでこちらからまず履いてみました。でちなみに私この上合わせてるのがこれもですねあのぜひ。てくださいよっていう風にあの言われてるあれですね受注のですね受注のセシアムズインジョーデットプルオーバーを着ております。これ私の身長で、まあ、しっかり本当に長さもありますよね。あの桃の裏ぐらいまでしっかり隠れる長さで、後でちょっとレイヤードしてみようと思うんですけれども、これ本当にもう着心地いいので、もうすでにあの予約もあのついてますし、2色予約される方もいらっしゃるので、あの水色とですね、ちょっと持ってきますね。水色、そっか、今から着るんですね。今からフルショさんから着ていただくんですけど、黒と、このお色味ですね。これがグレーベージュですね。のお色味と、ブルー。ブルーグレーの3色で予約スタートしておりますので、これお袖がねこのリブになってるからやっぱ使いやすいんですよね。これね、あ、色迷いますよね。そうなんですよ、おじいさんこんばんはそう、これどれもやっぱり使いやすいお色味で、今回もしっかりとですね計算されて作っていただいておりますので、皆さん一緒に迷いましょう。こちらはですねぜひ迷ってください。この中黒も本当安定でいいんですけど、あのこのシリーズで、もう2回ぐらいあの前出てて持っていただいている方もいらっしゃると思うので、そういう方はちょっと差し色のですねブルーグレーとかもおすすめかなというふうには思っております。ちょっとコメントも見てないから見ましょうかね。どこまで遡りましょうか。あ、皆さんねこんばんみーってね、ありがとうございます。あ、伊原さんのトップス素敵です。これねあの本当あの予約ぜひぜひオンラインでも予約できますのでですねポチッとしていただいてください。あ、フルショーさんのトップスの素材はですねあれはウールとですねこちらはこれですね、さっきオレンジを着てたののオフホワイトの方なんですけど、ポリエステルが 57% でウールが 43% なんですよ。なのでチクチク感どうでした、フルショーさん。ないです、ね、ないですまあ、あのポリエステルが多いっていうのと、あのウールも本当にあのサラッとした薄地のウールで、あの着心地も抜群なので、あのよっぽどお肌が弱い方じゃない限りはきっと大丈夫かなと思うんですけれども、もしねお試しいただけるんだったらぜひ店頭でお試しいただけると思います。あ、で、マミ様ですね、これからこれの寒くなった時の着回しこの後やりますので、ちょっとねぜひご覧いただければと思います。あ、フルショさんオレンジお似合いですっていうねコメントもいただいてます。東京も暑かったなって、のろ様そうなんですね。明日までですよね、暑いのですね、明後日から、はい、ぜひ涼しんでいただいて、ね、高木様もですねブラウンとオレンジ悩みますっていうコメントいただいてますね、はい、そうどっちも可愛いんですよ、迷っちゃいますよね。グレー素敵ですね、あ、ブルーも綺麗なんですよね、あ、後ろのボタン可愛いですよねっていうコメントと、あ、明日行きますというコメントもいただいております。ありがとうございます。はい、では本題のこちらでございます。私ですね、どーん、ちょっとね、あのこれ下柄見えますかね。そう、あのストライプなんですよ、実は。そうなんです。なんかチェック&ストライプって書いてありますけど。そうですね、これはあの、はい、ストライプの方になりますね。はい。はい、そう、あのこちらが、コロワさんのパンツになっておりまして、はい、一旦これ8.5だけ脱いでみます。脱いでみましょう、はい、一旦ちょっとパンツの全貌を、ね、はい、見た方がいいですね。そうですね、はい、見せていただいて、あ、ちなみにこのトップスがあれですね、このシェセアムンゼンの、はい、シェセアムンゼンの、はい、私も言えないです、はい、ブルーグレーになりますね。そうですね、はい、これはちょっとお袖がねまたあのグレーの配色の感じですね。この感じで首元の方もあのグレーのはいなってる感じですね。はい、皆さんぜひお色迷っていただいて、新色いい色ですよね。可愛らしい。はい、で、はい、こちらですね、本の今日ご紹介したいこのパンツなんですけれども、のトロワさんから出てまして、これ裏肝なんですよね。そうなんですよ。はい、で暖かいしストレッチも効いてるのですごく効いてますよね、うん、履きやすい感じですね。肌触りもいいですね。はい、私も、はい、あのさっき
試しでね履いてたんですけど、はい、やっぱり本当すごく履き心地がいいのと、うん、皆さんこれ注目していただきたいのはこの丈感なんですね。ちょっと一旦比べてみようというところで、はい、私がマルシャルパンツのままで、はい、ルーシャさん先に着替えてもらったんですけど、うん、こちらがその 8.5 分丈っていうね、はい、なかなかないそうですね、一応総丈が86センチになります。はい、でマルシャルのこちらのパンツと、はい、私が履いてるトロワの丈の長さが大体7センチから8センチぐらい、はい、ちょっと長さが違う感じにはなりますね。そうなってくるとやっぱりね、さっき言ってたように、うん、まあ、150センチぐらいの方だと、そうですね、この丈すごくいいんじゃないでしょうか。うん、ですね。ね、ぴったり。ぴったりの方。で、高身長の方はブーツとかでちょっと合わせてみたい。ね、ちょっと可愛いですよね。そうなんですよ。はい、ブーツ合わせ、見えてしていらっしゃいますので、ね、うん。なんで、これぐらいちょっと横向いてみますか。丈感がこれぐらい違いますよ。私たちその身長がほぼほぼ一緒だからですね。はい。で、ちょっと古城さんヒール入ってるから、私もちょっと背伸びしてみて、このぐらいの差になるかなっていうふうに思います。はい、で皆さん参考にしていただければというふうに思います。そうですね。はい、じゃあちょっとこちらの、はい、この情報と、はい、お値段とサイズ展開ご紹介お願いしていいですか。はい、わかりました。はい、で今日本題のこのパンツなんですけれども、お色目が私が履いてるのがブラックストライプになりますね。で後から井原さんが履いてくるのがベージュストライプになります。でノータックの細身シルエットなので、身長とかもあまり選ばないんじゃないかなと思いますね。で秋らしい色合いなので、まあいろいろと今からの主役になるんじゃないかなと思います。でそんな感じです。なんか小柄な方が本当にこれおすすめして気に入っていただいてるんですけど、そうですね、あまりゴーッとしないのがやっぱいいって言われてね。はい、そうなんですよ。でソフトな風合いなので、もう本当に肌触りとかもいい感じだと思います。でウエストの方もゴムになってます。こんな感じで分かりますかね。今日若干ゴムになってて、あとこうやってウエストが紐でする感じですね。ゴムと紐っていう感じですよね。そうそう、止めれるようになって、はい、フロワさんのパンツってこのちゃんと紐がついてるから、はい、もし下がってくるの心配っていう方でも安心ですよね。そうですね。ちょっと止めていただけますし、はい、インした時もこうやってリボンがね見えても可愛いので、はい、そうなんですよ。これ、はい、着替えました。はい、でこちらが税込み 21,780円になります。で手洗い可能です。こちらもありがたや、はい、ありがたやですね。そうなんですよ。はい、着替えてまいりました。はい、私の方がちょっと明るめのね、そうですね、ベースの色味になってるので、はい、結構ストライプがはっきり、はっきり、ね、分かると思います。私の方はあんまり分からないですもん、はい、多分画面上では分からないと思います。そうですね、実物見るとね分かると思うんです。しっかりそうですね、はい、これも若干こうブルーが入ってますもんね。そうです、ブルー入ってます。これもブルーとグリーンが入ってるので、はい、結構やっぱりこういうブルー系と相性もいいですし、グリーンも相性がいいですし、まあ、茶系とかやっぱ入ってる色がたくさんあるの合わせやすいですよね。そうですね。そうなんですよ、はい、私のそのベージュストライプの方も柔らかいお色味なので、上今ちょっとグレーで合わせたんですけど、ちょっとワントーンな感じでトーンを合わせてきていただくのもいいですし、まあ、黒とか濃い色が多い方はちょっと下へ軽さを出していただいてもいいかなというふうに思いますね。ベージュ買いましたっていう方もいらっしゃいます。ありがとうございます。お早いでございます。本当にそうなんです。あとね、色がほんと違うだけで随分違ってくると思うんですよね、うん、ね、はい、全然変わりますよね。そうですね。でもなんかこの丈ほんと新鮮で、ね、そうですね、いいですね、いい感じで、はい、おしゃれなブーツ合わせがいいんじゃないかなと思います、うん。でちなみに先ほどのそのセシェアムンゼン全然言えない。セシェアムンゼンは、はい、これニットの下に今重ねたんですよ ね、はい、これがウールカシミアのニットなんですけれども、これの下にちょっとレイヤードしてみております。こんな感じで重ねて、ね、はい、いただいて、私たちぐらいの身長だとこれぐらいの長さになりますね。はい、なんか昨日も川越の方で後ろ向いてくださいっていうお話があったんですけど、はい、身長が低いと、まあ、これぐらいの長さになると思います。そうですね、はい、このなんかこうひらっと動く感じも素敵ですし、そうですね、こういった、ね、レイヤードが今からね、うん、使えるような、そうですね、はい、
商品じゃないかなと思います、はい、ニットの下にあの重ねてもらうと素敵ですよ。あとは、ほんとベストだったりとかですね、はい、これの下にタートルネックとかあの重ねていただいてもいいので、これはもうほんとかなり使い回しできますよね。使えます、はい、これですね、こちら、あ、かわいい、はい、このコートはあれですよね、明日かな、あの千葉でご紹介させていただく予定のことです ね、はいはい、あのね、軽いこれもねちょっとぜひぜひ要チェックでございますよ。皆様楽しみにされてください。そうなんですよ、軽くていいですよ、軽くていいですよね、うん、ちょっと詳しくは言いませんけども、そうですね、言いたいけれども言いたいけれども、なんとなく言いたそうにこう、ね、なんとなくそう見せて本当色いい色なので、そうなんですよ、ね、あのセシアムンデとすごく相性がいい、うん、お色味も入ってますし、まあ、ベーシックな色も入ってるので、また詳しくそちらはね、はい、あのご覧いただければというふうに思います。ぜひぜひ、はい、パンツの全貌をじゃあしっかりお見せしてちょっとおしまいにしましょうかね。はい、一応ね、あのちょっと長いので合わせたので、本当こんな感じです。はい、もうウエストはね、もう本当ゴムで楽々ですし、うん、そうです、もうシルエットはスッキリで丈が短めになっております、ね。そうですね。はい、こんな感じで。はい、ポッケもあのしっかりありますので、はい、安心して使っていただけます。ポケットがないとちょっとね不安ですけれども ね、あると嬉しいですよね。安心でございます。はい、これはもう本当に小柄な方から、まあ、ちょっと身長がある方はブーツ合わせで、うんうん、あの合わせていただければというふうに思っております。そうですね、はい、もうあれですね、必要な情報は全て言いましたよね、うん、ある程度言ったかと思います、はい、まだね、まだあの、はい、ちょっと初めての2人でのライブでしたのでですね、はい、どうでしたでしょうか皆様ちょっと初々しさがあったかもしれないですね。そうですね、はい、徐々に、はい、会っていきますので、はい、でもなんか伊原もちょっと熊本に、ね、見慣れたんじゃないですか皆様、うん、色違いでね、ほんと随分イメージも変わりますしね。そうなんですよ。ああ、買っていただいたお客様、とても柔らかくて身長が低い私にぴったりでしたというね、コメントもありがとうございます。伊原さんにもね、ちょうどいい丈でしたよ。そうなんですよ、はい、そうですね、新作もいろいろ入ってきてるので、またいろいろ楽しいかと思いますので、ね、はい、お店にね来れる方はぜひお店にも遊びにいらしてください、はい、ということで、なんかね淡いトーンで終わってしまいましたけど、はい、素敵だと思います、はい、はい、自分で言う本当こんな感じで、じゃあ今日はここで終了させていただきます、はい、ではサタクマまた来週もありますので、はい、楽しみにされてください。では最後までご覧いただきありがとうございました。おやすみなさーい。ありがとうございます。